はい、編み方決めました。はい、皆さんおはようございます、セノンです。はい、昨日はちょっとただただ編みを続けて悩んだだけでございまして、あとは私の雑談で終わってしまいましたが、こちらの持ち手、鎖編み3目と細編みだけのネット編み縛りで作っていましたこちら、いよいよ持ち手の決心が私の中でつきましたので、今日は完成に向けて動いていこうと思います。で、昨日ですね、印はつけました。全部でね、6山ずつのこう区切りでちょうどいい感じの持ち手がつくぐらいの幅が取れるような気がいたします。で、どう編もうかと悩んで、ここね、多分今この状態だとそんなに広がらないじゃないって思うかもしれないんですけど、ここ鎖編み3目なので、じゃあここを、じゃあね、もしかしてこの鎖編み3目のとこに直に細編み3目でも入れようもんならですね、これが伸びた状態、こういう幅になってしまいます。こういう幅になってビローンと広がって、まあこれはこれで素敵なね形になるので、わざとね意識してそういう風な形、こうちょっと麻紐でも細編みチックな、なんて言うんでしょう、こうちょっと広がった、こうちょっと広がった形のバッグ作りたい場合は、わざとねここに、鎖編み3目のとこに細編み3つ入れて、ビシッとこの鎖編みが伸びたような状態を作るっていう手もあると思いますが、今回のちょっとねバッグちっちゃいし、ほんとコンパクトにこのままチュッとキュッとなってもらいたいので、今回それはなしにしましょうと。で、今から編んでいこうと思うんですが、この横部分ですね、持ち手があった横部分はちょっとだけ大きくて、この持ち手があるこの真ん中部分ですね、ここをちょっとだけ、キュキュッとさせようかなというところが私の決めたところでございます。で、まあ適当なところで印つけたんで、これ真ん中にしても横にしてもいいんですけれど、横がいいかな。持ち手をこう編む関係上、この始まりですね、スタートラインここら辺にあるよりはこの横ぐらいにあった方が編みやすいと思います。で、まず鎖編み1つして、普通にですね細編みして、まず横は鎖編み3目のネット編みを普通にしようと思います。で、印のとこまで来ました。で、印のとこに来たら、なんとここで初めてですね鎖編みの数を変えます。鎖編み1つして隣に細編み、鎖編み1つして隣に細編みと、ググッとここ縮めていきます、真ん中だけ。はい、で、印のところまで来たら、またここから鎖編み3目に戻します。はい、で、また印が来ますので、また印のところに来たら、また鎖編み1つして細編み、鎖編み1つして細編みと、また印のところまで来ましたので、ここから鎖編み3目になりますと。よいしょ。で、最後で、ここでもう鎖編み&細編みというね、このネット編みの編み方を終了したいと思いますので、ここは最後鎖編み3目して細編みに引き抜き編みをします。はい、そうすることで真ん中がキュッてなりました。だからここで今伸ばしても、ほら、さっきみたいにミヨンとは伸びなくなりました。なぜならここの目数が減ったからです。で、横は目数がそんな変わってないので、比較的キュッとはしておりません。ただ真ん中がキュッとしているので、こうそんなに伸びなくなったと。この形でいきましょうと。で、ここからあと鎖編みの中に細編みを編んでいくんですけれども、ちょっとスタートを鎖編みの方に移しまして、鎖編み1つで立ち上げて細編みを、で、これで細編み3つ入れるとすごい間延びしてくる気がいたしますので、ここは細編みを、鎖編み3目のとこに細編みを2つずつかな、これだとキュッとなりすぎるかな、よいしょ、いいよ。
じゃあここをやっぱり鎖編み3つのところに細編みを3つずつ入れていこうかな。はい、鎖編みのところは細編み2つ入れようかな。これでちょっと調節をしようかなと思います。で、はい、鎖3目のところに来たら細編みを3つずつ。糸足りるかちょっと心配になってきたな大丈夫かな。なんでこんな、もうね、そんなことよりも早く持ち手作ればいいのにって感じになると思うんですけど、この周り円周というかね、ここの今縮めたここもちょっとしっかりしておいてもらった方が、持ち手つけた時にしっかりこう物が入れやすいんじゃないかなと思いまして。で、はい、鎖編み1つのところに来たら、この中に細編みを2個ずつ入れていこうと思います。本当持ち手の作り方もね、いろいろありまして、バリエーションがあると思うので、別にね作って、なんていう、縫い付けてもいいですし、何とでもなるというのが私の意見です。はい、1、2、3で、このバッグ自体ね、そんな大きくないので、持ち手は短めでいこうと思います。はい、最後、はい、細編み3つ編んできたら、一番最初の細編みに引き抜き編み、これでかなりしっかりしたと思われます、ここの周りが縁がね。で、あとは次、細編み普通に編んで持ち手つけながら細編みを編もうと思います。はい、細編みを普通に、で、はい、この印がついたところまで細編みを編みました。編んだらこっから鎖編みを編んでいこうと思います。何ぼかな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ぐらいでどうでしょう。うん、いい感じかな。15ぐらい編んで、このまた印のところで細編み、うん、で、また細編みを編んでいきます。糸がもっとあれば、もうちょっとね、やりようもあったと思うんですけれど、いや、ちょっと糸の余裕がね。で、これでまた1玉増やしてね、4玉とかで編もうとしたら、またね、余裕があると思って、ね、調子に乗ってね、またなんか余計なことをして、また糸足りなくなる気がするんですよね、私のことだから、はい、で、ここまで来たら、また印のとこまで来ましたので、こっから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、編んで、よいしょ、はい、ちょうどこのね、細編み2目と細編み3目の間ぐらいのところ、細編み2目方向かな、の間ぐらいを取っては細編み、こういう持ち手の、まあ、骨組みみたいなもんですね。さすがにね、鎖編み1つじゃちょっと心もとないので、せめて、2段ぐらいは編みたいなと、もう1周ぐらいはしたいなと思ってます。よいしょ。まあ、だからすごく単純なというか、あまり難しいことをしないバージョンのネット編みでございます。初心者でも OK な気がする。これは本当に同じ編みの、単純な編みの繰り返しです。はい、で、この、はい、細編みのとこまで来ましたら、はい、次はここを、まあ、どっちでもいいです。どっちでもいいです。お好きなように裏山拾って細編みでもいいし、この鎖編みの上半目と裏山拾って細編みでもいいし、編みくるんでもいいと思います。こう、編みくるんで。編みくるんじゃっても OK だと思います。で、私は個人的にこのね、よいしょ、上半目と裏山拾って細編みが大好きなので、この方法で細編みをしていきます。別にここまで作って、持ち手のところだけ後からね、別のコットンの糸とかで編みくるんであげると、肌触りのいい持ち手になったりするんじゃないかなとも思います。で、また細編みをしていきます。よいしょ。
で、はい、また上はめと裏山取っては細編みと、よいしょ。はい、もう最後の方にやってまいりました。最後細編みを編んでよっ、で引き抜き編みして終了ですね。もうさすがに一周できる長さではないので、これにて終了とさせていただこうかな。じゃあちょっと糸始末します。はい、こんな感じで持ち手の部分も完成です。はい、ここに似てこのバッグ完成いたしました。で、何をやったかというと、一番最初ここの持ち手の部分ですね、横側は鎖3目の細編み、変わらずなんですけど、この6個分は細編みと鎖編み1つね、6個分は鎖編み1つにしてちょっと縮めます。で、これが1段目で、2段目はって言ったら、ここの細編み3目のところには、細編み3目のところには細編み3つずつ入れまして、この鎖編み1つのところには細編み2つずつ入れました。あんまりね、縮めすぎるのもなんなので、この形でちょうどいいかな。まあ、その糸によるので、糸の調子を見ながらですね。で、ぐるっと編んできまして、で、次ってなった時に、ここから普通にね、あとは細編みを1段編むんですけど、その時にここから持ち手ですね、私は今15目編みました。ちょうどこの6山分を突っ飛ばすように15目鎖編みを編みまして、で、持ち手としました。で、あとはずっと細編みで、ぐるっと2周目回ってきて、あ、ぐるっと回ってきて、あとはここをひたすら15目細編みをかけていきます。これで終了。だから全部で1段2段3段4段4段で持ち手、まあこの口の部分ですね、が4段で完成ということになると思われますと。作り方はいっぱいあるんですよ。だから糸に余裕があるんだったら、本当にここに糸足して、ここにちょっとお山作ってやってもよかったし、まあ、いろいろな形、持ち手の形だったり、ここの口の形、いろいろあると思いますので、まあ皆さんお好きなものを試してみてはいかがでしょうと。今回はものすごく一番単純なものにしたので、目数もそんなに数えてないですしね。ここの最後のこの6山っていうのだけ数えたので、あとは数えておりませんので、ちょっとね、目数えの苦手とかっていう方でもうまくここら辺はできるんじゃないかなと思います。ちょっとこう、この夏の初心者の方とか、チャレンジするのにはいいんじゃないかなと思われます。で、あの鎖3目、あのこの鎖編みのね、数を変えていないので分かりやすいかなと思いまして、ただちょっと増し目ですね、この後ろのこの底の部分はね、ちょっとね、細編みの増し目の法則にのっとってやってるので、ちょっとそこら辺が一瞬んって思うかもしれないんですけれども、あとは単純なので作りやすいんではないかなと思います。はい、それではまた明日何作ろうかな。はい、まあ何か考えて作っていこうと思います。じゃっ